夢中問答。今日はテキストの50ページ、真ん中の方の、ちょうど、一段下がっているところ、八幡大菩薩というところですね。読んで、ざっと読んで、最後まで、6問、クエスチョン。物力、法力、物力、法力、たやすく情合を転ずることあたわず。何をか仏法の利益と申すべきや。まあ、仏法というものは、我々の業を変えることはできないんで分かりましたと。何がありがたいんでしょうかと。この仏の教えというのは。そういうクエスチョンに対して、まあ、答えている部分ですね。それが7のところです。ちょっとまあ、ずっと読み続けていきましょう。八幡大菩薩、昔、豊前の国、豊前の国、宇佐の宮に、神と哀れさせたまいて、そう、後、110年ありて、山城の国、男山に移らせたまいし時、行教、和尚の三重のたもとに三尊の霊像を源氏たまいき。今、男山の御殿に、納め奉る印の箱と申すはこれなり。弘法大師ご対面の時は僧行を源氏たまいき。大師その御影を移したもう。大菩薩。また自ら大師の御影を移させたまいき。その両御影は高尾の神護寺に納め奉れり。これすなわち修行を誘引して仏法に帰依し、生死を出離せしめんための随想なり。男山に法乗えとて、毎年8月1日より15日に至るまで、諸所に人を遣わして、100万口の魚を飼いて、三下の小川に放ちて、その前婚の供養のために、15日の早朝に、神輿、三下へ下らせたもう。その時、士官法会を行い、霊人偽学を奉ず、真を三条より降りさせたもう時は、奢侈士官等各々衣服を飾りて具布す。その装い、まことに厳重なり、法会終わりて、勧業ならせたもうときは、先の儀式には引き換えて、士官等の御美人、皆美服を脱ぎて、上衣を着し、白杖をつき、靴ですね。藁靴を履きて送り奉る。ひとえに葬礼の儀式なり。これすなわち明日に睾丸ありて、セロに誇れども、暮れには白骨となりて、光源に朽ちぬと言える断りを示し賜りと申し伝えたり。大菩薩。八幡大菩薩ですね。大菩薩は、正直の頭に宿りたまわんという御誓いあり、正直と申すに、浅心というんですかね、浅心、浅い深いあり、狐毛の剣を離れて、心性の道を悟れるは、真実正直の人なり、それまでは、なけれども、
無常の断りを知りて、なお求めず、理をむさぼらず、仁義の道を学びて、物を殺さず、理を、ま、曲げず、曲げずば、曲げずは、これまた正直の人なり、北条への儀式は、しかしながら衆生を誘引して、かような正直の道に入れ心との方便なり、貴賤、同族、大菩薩を仰ぎ立てまつらざる人はなし。しかれども、もしこの正直の道に入りたまわずは、たとえ貴人高僧の御神戸なりとも、大菩薩の宿らせたもうことあるべからず。言わんや四人親。伊勢八幡の、なんですよ、御事というんですか、御事のとのみかかるにはあらず、その世の初心、逆順の方便、異なりといえども、愛林の死守は、趣旨の反対ですね、死守は同じかるべし、朝夕の振る舞いは皆、真理に背きながら、我が祈ることのかなわぬと恨み立てまつることはひがめるにあらずや。ひがめるにあらずや。どう、まあ、700年前の、そういう文章を読むと、なんか、ただただしく申し訳ないですが、まあ、分かったような分からんような文章です。この八幡大菩薩が云々とあります。そして百数十年後に、山城京都の、今の、八幡八幡の円福寺、私ら八幡の円福寺でですね、八幡市でありますね、八幡の円福寺、竹の子もようできますが、その八幡の男山八幡さんですね、そこの云々があります。弘法大師がとですね、神様がとか、でそれで、北条絵があるとか、あ、まあ、無双国師は、まあ、私と例えたら申し訳ないですが、ちょっとこうあちこち説明するのに、いろんなものを引っ張り出してるような感じで、でそれで、神主もついていくとか、その付き人も、清掃して、楽団もついていって、みこしを下らせて、まあ、そういういきさつがですね、その、八幡大菩薩ですね、宇佐の国、その、が移って、京都に移ったんだと、ね。でそうして、弘法大師が、そういう縁があって、どこどこになんか絵が祀ってあると。で、まあ、神様、仏様というものは、この正直な人に福音を与えるというふうなことで書いてありますね。だから邪悪な考え、いくら神主であろうが、坊主であろうが、あるいは天皇陛下であろうが、総理大臣であろうが、大学の教授であろうがですね、精神科の先生であろうがですね、どういう方でも、邪悪な感じを持てたら、いくらこうやっても、これは効き目がないやろうというんですね。さて私はですね、この、見当違いやというわけですね。そういう神仏を頼むのは見当違いやと。心は正直になってこそ、それが、神様からそういう福音を、福をいただけるんだと。まあそういうことを言ってます。で、私なりの考えですよ。禅宗はですね、自分の言葉で、自分の中から溢れるこの泉はですね、釈迦と別ならず、神と別ならずというぐらいの自信を持たな禅はやってられません。俺こそは天上天下、優雅独尊、神の子であり、天の子であり、ね。これをですね、釈迦と別ならず、というところで、フランス人やったらフランス語で言わなか、ね。
だからキリスト教者であろうが、ヒンズー教者であろうがですね、この儒教や道教とか話もありましたが、どうでも、所詮は叩いたり、切れば赤い血が出る。そして神の子であるし、だから犬やコロナにも、それは神の子で使えた、それは神の子やけども、表現できないだけであって、一生懸命生きてます。それでいいんやけども、ほんま、だんだん私も、今は元気で、あーっとね、喋ってますけども、まあ、あと10年持つかどうか、ね、長く持っても、だけど、皆、この夢窓国師も死んでいった。皆死んでいったでしょ。今はなんかこう、本当に化石をなんか一生懸命分析してるような感じやね。それで死ぬ前に、ああ、こうだいて書き残してくれたから、まあ、偉い人の文章を読めることができます。だから私が今生きてて、こう思うのは、業というもの、ね、仏法というものは業というものを変えることはできない。なんぼなんぼ。そういうことの質問で、こういう夢窓国師はここまで来て、八幡大菩薩の、それが、弘法大師とうまくなってですね、そして神様、仏様が、ご神体が2つできて、そのおみこしを皆こう町中に回してご利益をいただけようと、皆だんじりとか祇園祭の出汁が出ますね、ガーッとね、おみこしも担いできます。これはにぎやかしにあるんじゃなくて、その神様、仏様の、あるいは海外でもありますね、マリア像をですね、なんかわーっとこう、担いで、バーっとなんか燃やしたり、水につけたりやってますでしょ。あれは、みんな、この疫病が流行りませんように、あるいはこういう、みんなが幸せになりますようにと、まあ、ここら辺やったら、直々、直々、直々、コンコン、直々、直々、直々、コンコンでですね、断じりを回しますね。そういう邪悪を話す。禅宗でも、お葬式の時に、チンドンジャン、チンドンジャン、チンドンジャンって結構派手な音をですね、まあ、最近はやってませんけど、3人以上お坊さん呼ばれたら、それを使うんです。だからここには太鼓もあるし、ドラもあるんです。ジャン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 とね。それはですね、別に神社も、ああいう鳴らし物が太鼓とかあるようにですね、別に楽しく踊るためにある楽器じゃないんです。その音を鳴らして、この、なんですかね、露払いというか、邪気を払う、埃はたきですね、邪気を払う、出ていけと。で、我々の、まあ、コロナワクチンがそうでしょう、あるいはこう、ソーシャルディスタンスもそうでしょうけども、音を鳴らして、みんな逃げろと。で、こういうことをして、そして帰りには白装束で、葬式の格好で、帰ってくるというですね、まあそこまで説明せんでも、まあね、夢窓国師は親切な方ですね、自分の知ってる知識を全部こう、足利直義に伝えているわけですが、足利直義は、仏法はご利益あるんですかというだけのことなんです。で、ご利益あるよって、だけどご利益はどうしたらあるかと。それは正直者にご利益あると言ったんです。正直者は、どういう正直者やったら、別に神や仏が、なんかあって、そして授かるという感覚は私は持ってません。念ずれば花開く。なんかやったですね。こう祈る。あるいは、こう真っさらになる。ってやってる。そうすると、空っぽになる。これを正直と言うんです。正直というのは、私は嘘を申しません。神に誓います。これは形です。空っぽになった状態が赤子のような状態。彼は天国を見るであろうと。神を見るであろうとですね。神と一体になれるんです。だから、もう、でもいいし、何でもいいし、カーンと鳴らしてもいいし、何でもいいから、心にわだかまりをなくす。
からりとして、そうするとご利益が、ね、いっぱい入る。だから健全な体に健全な心に健全な体が宿るとか、あ、健全どっちだとか分かりませんが、要するに免疫体を作れているんです。免疫体、偉そうに言ってましても明日コロナかかったか分かりませんけどね。だけどまあ免疫体を作る。だからまあね、ワクチンもそれは免疫力ない人はやるのはしょうがないです。私もやりますけども、やる予定ですが、まあ武士とは死ぬことと覚えたいという感じで、一呼吸がですね、三千世界というのが大好きなことで言ってますね。一呼吸で死に切っていく、ここでええなと。さあ今ガタガタ言ってますね、ここで言ってます。ガタガタ言ってるところで、三人の人が来たとしましょう。で、入門者が来た。で、まあ私が尋ねましょう。問題、ね。関門、一つ。私の弟子にあるのは関門がある。さあ、自分とは何か表現しろと、三人に聞きます。私は憲武光徳です。もう一人。おはようございます。もう一人、ガタガタ、ガタガタ、ね。さあ、採用、誰を採用します？ね、きちっと、履歴通りね、憲武光徳です。あるいは、アホの一つ覚えだ。おはようございますって言うてきよった。あるいは、ガタガタって言うと。全員言うたら、おはようございますもいいですね。ガタガタもいいです。だけど、憲武光徳です言ったら、これはもう不合格。ね。まあ、出直してこいと言います。え、私、憲武光徳ですよ。どうか違うんですか言ったら。まあ、天地の隔たりやないかですね。ここの門に入ろうと思ったら、私とは何かというやつですね。私とは何か。これがもう我々の一般、もう一番のテーマですね。今日はちょっと来ない、8時になりましたが、粛清がだけで終わりましょう。